はい、どうもこんにちは、のむです。今日はね、警視庁による翼の塔への扱いの疑問点についてお話しします。あくまで俺の個人的な見解です。事前に言っておくけど、俺は翼の塔の黒川、根本、杉田が大嫌いです。ただですね、警視庁の翼の塔への扱いについては疑問点がいくつもあります。いくつもあるんだけど、疑問点を2つに絞ってお話しします。まず1つ目はね、翼の塔の黒川が X で警視庁前にテントを張って凱旋するとポストしたことがあります。その直後、実際に黒川は警視庁に車で行ったんだけど、警視庁前には事前に大量のカラーコーンが立てられていて、大勢の警察官が配備されてました。これね、何が疑問だったかというと、俺ね、3年くらい前にネット上で自宅を燃やすと何度か書き込まれたことがあります。その際、俺の自宅には女子供も住んでるから、新宿警察署に伺って相談したんだけど、全く掛け合ってもらえなかったんだよね。相談対応をした警察官から、しばらく様子を見てみましょうとか言われて、ネット上で自宅の放火を予告した人を特定しようともしてくれませんでした。ほんとね、人事みたいな対応をされました。ところが、警察ってさ、警視庁本部の建物を燃やすと言われたわけでもなく、警視庁前にテントを張ると黒川に言われただけで、大量のカラーコーンを立てて、大勢の警察官を配備しています。これって、おかしくね？女子供が住んでいるわけでもない、大の男がたくさんいる自分たちの職場の前にテントを張ると言われた場合は速攻で動くんだなぁと思って違和感がありました。女子供がいる一般家庭が脅迫された時とは違って、この差ってすげえなぁって思いましたね。続きまして、二つ目の疑問点です。翼の塔の杉田が、警視庁前で、みな、まる、し、に、すると言ってます。YouTube の禁止用語の可能性があるので、あえて俺からは明確に述べないけど、みな、まる、しにすると発言しています。通りたかったのが出てきた後にな、つけ回して家でみな殺しにしてやったんだ。絶対殺さねえけど、それくらいの気持ちだから。覚悟しとけよ。つけ回して家で皆殺しにしてやったんだ。つけ回して家で皆殺しにしてやったんだ。つけ回して家で皆殺しにしてやったんだ。これなんだけど、俺も全く同じことをネット上に書き込まれたことがあって、新宿警察署に伺って相談しました。これは去年ですね。去年相談してます。しかも、俺の場合、みな丸しにするどころか、ネット上に丸し方まで書き込まれました。俺の本名フルネームも漢字で書き込まれてます。ところが、新宿警察署には、全く対応してもらえませんでした。この殺丸予告は一回だけなんだけど、警察官からはこの先も続くようだったらまた連絡をくださいと言われて済まされましたね。まあ俺はネット上で書き込まれたんだけど、杉田みたいに警察官の目の前で直接脅迫しないと対応してもらえなかったりとかあるんでしょうかね。警察の方で何かそういう規定というか基準でもあるんでしょうかね。通りたかったのが出てきた後にな、つ
つけ回して家で皆殺しにしてやったんだ。絶対殺さねえけど、お前それくらいの気持ちだから覚悟しとけよ。一般家庭が皆丸死にすると脅迫された時と違って、この差ってすげえなぁと思いました。随分と警察の動きが良すぎないかなぁと思いました。なんかさ、動きが良すぎて切なくなりましたね。他にも疑問点がいくつもあるんだけど、以上が警視庁に対する二つの疑問点で、俺は翼の塔が大っ嫌いだから、逮捕されてざまあみろとは思ってるんだけど、ただなんかさ、警察って自分たちのさじ加減で仕事をしている側面もあるのかなぁと思っちゃうんだよね。公平性がなくてさ、自分たちのさじ加減でやるときはやるけど、やらないときはやらないみたいなさ。俺の場合ね、俺個人に殺丸予告をするのは良いんだけど、家族、女子供を巻き込んだ殺丸予告をされた証拠があるときしか、新宿警察署に相談したことがないんだよね。だからさ、今度さ、過去の殺丸予告の証拠も含めてさ、再び新宿警察署に証拠を持っていこうかなと思っちゃうよね。過去のは時効とか言われちゃうのかな。どうなんでしょうね。お前らが対応しないから時効になったんだろって言いたくなると思うけどね。まあ今回の警視庁の動きを報道で見た結論なんだけどね、決して翼の塔をかばうわけではないんだけど、小池百合子に対する選挙妨害には多くの警察官を動員するけど、一般市民や一般家庭の放火予告や殺丸予告には対応しないというのをやめてほしいし、被害届だけでもスピーディーに受理するべきだと思いますね。小池百合子は選挙演説中に身の危険を感じたのかもしれないけど、たくさんの人に守られていて、翼の塔に殺丸されるとはさすがに思ってないでしょう。選挙妨害ですよ。我々の前に行くって。殴られるとも思ってないでしょう。今日はそんな感じかな。以上です。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。全然関係ないんだけど、今日さ、暑かったから、さっき仕事でお邪魔させていただいた会社にジャケットを置いてきちゃったよ。カメラの前で喋ってる最中に気づいたよ。